負けましたわ。なあにすっきりした顔してるのよ。そこはもっとこう、ギー嬉しいみたいなリアクションしてくれないとつまんないじゃない。まあアメリだったらいつからそんな意地悪を言うようになったのかしら。いつまでもいい子ちゃんの私じゃないのよ。それはレイの影響かしら。あのお方のことが好きなの。急に何を言い出すのよ。確かにあいつは私のことを助けてくれたけど。あらあら、素直じゃない子は放っておいて予告に行きましょうか。次回、氷剣の魔術師が世界を滑る第10話。世界最強の魔術師である少年はメイド喫茶を準備する。あ、私のクラス文化祭でメイド喫茶やるから、よかったらアリアーヌも来ない？レイのメイド姿が見られるのなら行きますわ。